下乗り合い、下乗り合い株式会社、下乗り合い、通称千田バスは、下半島を中心に乗り合いバス事業と貸切バス事業を運営する会社、名鉄グループ。本社は、半田営業所と同所。二つの路線バス営業所と一つの貸切バス営業所を持つ。ただし、路線の半田営業所と貸切営業所は、同一敷地内にあるため、 実質的には営業所は2カ所である。また、半田営業所、貸切営業所の敷地内には、自社のバス整備工場も併設している。他の営業所は、給油や、洗車の設備と事務所のみで、非常に簡素な構造となっている。2014年3月31日をもって、内海管理所が廃止された。東が、岡団地線名鉄辰見川岡駅と東浦町。 阿久井町の東が、岡団地を結ぶ路線。平日は、朝夕のみの運行で、毎時3本、休日は、終日毎時1から2本の程度の運行である。名鉄地と半田駅と半田市北東部、大塚は、亀崎方面を結ぶ路線。かつての上池、夕脇、亀崎線の経路を統一する形で2018年10月1日から運行が開始された。 終点の日本福祉大学からは、ハンダ市地区路線バス、コンクルの亀崎、夕脇線に乗り換えできる。北ハンダ駅と常こ市方面、中部国際空港を県道34号経由で結ぶ路線である。中部国際空港に乗り入れる唯一の一般路線バスである。北ハンダ駅と常な駅間は昼間は毎時1本程度の運行であり、朝は最大毎時3本の運行である。 一部便は、ハンダ北部線及び、空港貨物地区循環線に直通で運行される。床波市民病院から名鉄床波駅を経て、床波市南部を海岸沿いに縦断する路線である。かつては、床波駅で、ハンダ、床線の中部国際空港域にほぼ全、便接続していたが、ハンダ、床線が減便されたため、現在は、接続が考慮されていない便がある。 一から二時間に一本程度の運行である。名鉄講和駅から東海岸に沿って、諸崎港に至る路線である。講和駅諸崎港間は、南地田町コミュニティバス、海っ子バスも並行しているため、それに合わせて運賃が安く設定されているほか、共通の1日乗車券も販売されている。毎時一本程度の運行である。名鉄地流駅、JR カリ駅。 JR 小川駅と中部国際空港を結ぶリムジンバス路線。地流駅小川駅埋葬互換の利用も可能である。路線名にカリアと付くものの、現在は全便地流駅発着である。運転手は東海管理所から派遣される。毎時1本程度の運行である。座席は先着定員制で乗車の際に予約は不要だが満席の場合は乗車できない。 路線名の通り、中部国際空港の貨物地区を巡回する路線である。A 循環がメインで、BC 循環が平日朝夕に運行される。毎時2から4本程度の運行。コミュニティバス、詳細は各校を参照。愛知県東海市か木山地西古門39番地、1、かつての名鉄バス下記や管理所であり。 当管理所の所管系統に限る名鉄バス発行のバスカード。ただしトランパスは利用不可が使用可能であったが、一部カードリーダー未設置車両が存在する。カードリーダー設置車両の車両番号末尾には例外を除き、カードをローマ字読みした頭文字の K が付く。なおバスカードについては2011年平成23年2月10日に発売を終了。 翌年2012年、平成24年2月29日で利用も終了となった。同社ではこれに変えて、2011年、平成23年2月1日より、紙式回数券の販売を開始した。現在同社では、マナコなどの IC カードの導入予定はない。上野大仙名鉄大田川駅と JR 京和駅を東海市東部の上野大団地を経由して結ぶ路線。 本線は毎時1から2本程度、富木東小学校前経由の支線は1から2時間に1本程度の運行。朝の京和駅行き始発便は姫島発である。近年は大田川駅上野大館で減便傾向である。かつては支線も複数存在し、大田川駅前上野大館は現在の2倍ほどの運行頻度であった。名鉄終わり横須賀駅と JR オフ駅を国道155号線に沿って結ぶ路線である。平日朝は40分に1本程度、昼間以降及び休日は1から2時間に1本の運行。朝のオフ駅行き始発便は鍵屋発である。東海市側で大田川駅前まで運行する便があったが2016年に終わり横須賀駅までに短縮された。JR オフ駅から ウェルネスバレー地区の各施設を結び、一部は東浦町、森岡台地区を経由し、大府駅に戻る路線である。ウェルネスバレー地区までは、毎時1から2本程度、森岡台へは朝夕を中心に運行されている。大府駅前を19時以降に発車する便は、循環方向が逆、森岡台先回りとなる。沿線に多く公共施設が立地することから、下バスの中でも、 利用客の多い路線である。名鉄朝倉駅というアール都市機構朝倉団地、筒子が丘を結ぶ路線である。朝夕のみ毎時2本程度の運行。2014年以前は昼間も運行していた。平日朝は、筒子が丘一丁目、朝倉駅前間で渋滞することが多く、団地の高齢化の進行も相まって利用客は減少している。朝倉駅から、 つつじが丘を経由し、千田市総理地区を循環して、朝倉駅に戻る路線である。朝倉駅前つつじが、丘地区は朝倉団地線と重複する。おおむね毎時1本の運行で、夕方は毎時2本となる。朝倉駅と千田市岡田地区を結ぶ路線である。朝夕と昼まで経路が異なる。朝便の上り及び、郵便の下りは毎時2本程度、それ以外は、 毎時一本程度の運行である。かつては、全便現在の朝郵便の経路で運行されていた、ほか、東岡田から先千田半田駅へ行く便もあった。名鉄新米湖駅と、日長台団地を結ぶ路線である。おおむね毎時一本程度運行されているが、一部不当間隔となっている。コミュニティバス詳細は各校を参照。愛知県千田郡南千田町大技。 内海野財神殿132番地球内海管理所は自動車 NOXPM 法による規制範囲から外れている。そのため少数だが他の営業所では排ガス規制によって使用できなくなった9年式のバスが在籍している。路線の大幅な減少と合理化によって2014年3月31日をもって廃止された。愛知県半田市住吉町。 一般路線車両は三菱不走製が大半を占めているが、日野自動車製の車両も在籍している。トヨタ自動車製のワゴン車、ハイエースもコミュニティバス専用だが在籍している。大型と中型は全てバリアフリー対応車で、ノンステップバスは、他社からの移籍者も含めて21台が在籍、うち10台はコミュニティバス専用車。マイクロバスについては、 クレアイバス専用車となっており、リフトバスである。なお、車種や年式によっては、運転や整備がしづらい車両もあり、必ずしも、新しい車両が、積極的に使われるわけはない。2013年6月時点での一般路線車両の塗装パターンは3種類。なお、大半の車両の側面には、同車のシンボルマークである円形のカモめマークが入る。 他社から移籍してきた路線バスについては、基本的に自社車両と同じものに塗り直される。ただし、名鉄バスからの移籍車両に関しては、塗装はそのままで、社名関係のみ書き直す場合が多い。2006年、平成18年から2009年、平成21年までは燃料電池バス、FCHV バスが、トヨタ、日野両自動車会社より1台対応され、 ハンダ営業所に配置されていた。2006年、平成18年3月9日から3月22日の、常コナ線、下ハンダ駅、常コナ駅間での試験運行の後、同年7月に、愛知万博瀬戸会場の水素ステーション、重点設備が、中部国際空港島内に移転、新設されの時に、同年7月22日から、常コナ線、ハンダ空港線、 空港内貨物地区循環線、空港駐車場、ターミナルビル間の無料連絡バスなどの路線で定期運用についた。そして3年間の長期使用により十分なデータを提供し、2009年、平成21年12月11日の最終運行をもって運用離脱、翌日に改装返却された。貸し切り、空港リムジンに用いられる車両は、 三菱不走製と日の自動車製が併用されている。また、特定輸送に使用される車両では、日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス製のものも見られる。車両の塗装は、2004年、平成16年前期までは白地に、金色と赤の緩やかなアウェーブを描いたもので、2004年、平成16年後期以降は白地に、水色と青の波模様となった。 他社から移籍してきた貸切車も自社発注車と同一の青系塗装に塗り直されている。ただし、2007年、平成19年から2009年、平成21年に導入された特定輸送用車両は2004年、平成16年での赤系塗装で登場した。車体の各面には、チタバスと金色の文字で書かれているのが目立つ。なお、名鉄バスから移籍した空港リムジン車両が 複数在籍しているが、これらは社名など細部を修正したのみで遺跡前の塗装をほぼ踏襲している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。